加速して非常に車思いの優しい走りをするというそんなお話を聞きました。そしてアウト側から午前中もそうなんですけど、やっぱりね、砂煙が上がる量っていうのは少ないんですよね。ということはどういうことかっていうと、タイヤの空転が少ないというそんな形にもなっていくんじゃないかなと思うんですよね。タイヤの空転が少ないということは、タイヤの表面をうまく壊さずに保つことができる。さあ、その中でフィニッシュラインまで戻ってまいりました。さあ、